イスタカルコは、メキシコシティを構成する16の管轄区域の一つで、ある。市の中央東部に位置し、面積は16の管轄区域のうち最も狭い。かつては、テスコココの中の島だった。境界が現在の形になったのは1929年である。イスタカルコは、メキシコシティの中央東部に位置し、ベヌスティアーノ、カランサ、ベニート、フアレス、 イスタパラパに囲まれている。東部はメキコ州ネサワルコヨトルと境をなす。面積は23.17平方キロメートルで、メキシコシティの管轄区域の中で最も面積が狭い。38の地区に分けられる。メキシコ盆地のかつてのテスコココの故障に位置しており、土地は平坦で平均標高は2235メートルである。現在では湖や運河は、 完全に消滅している。イスタカルコはメキシコシティで最も人口密度が高い。2005年の人口は39万5025人で大部分は仮想中流階級または仮想階級である。しかし人口は1990年と比べると1から2%減少しつつあり、今後も減少が続くと予測されている。約5400人は先住民言語を話す。 約91%はカトリック教徒で約7%がプロテスタントまたは福音主義教会に属する。イスタカルコはメキシコシティで9番目に貧困化の割合が高く人口の32%以上が貧困である。85%以上が少なくともある程度経済的に終焉化しており、これはメキシコシティで最も高い。 メキシコシティ地下鉄の2.48.9英郷線が走り、ベヌスティアーノ・カランサとの境目にある主要な交通ハブであるパンティトラン駅は1.59英郷線の乗り換え駅になっている。他にトロリーバス4系統、メトロバス2号線も走行している。サンタクルス協会現在イスタカルコは完全に市街地化しているが、かつての島であった歴史的中心には郊外であった、 過去の名残が見られる。歴史的中心は大体ラビガ通りに沿った一帯で、2011年にメキシコシティの21のバリオマヒコの一つに選ばれた。サンタクルス教会やエルミータデラクルスはイスタカルコで最も古い建物であり、校舎は1955年に歴史的モニュメントに指定された。スポーツパレスマグダレナミクスカスポーツシティは、プロスポーツ場、プール、 陸上競技場、ジムが含まれるスポーツ複合施設である。パラシオで、ロスデポルテスは、ドモデコブレとも呼ばれるアリーナである。エルマノス・ロドリグス・サーキット及びフォロソル。フォロソルは、スポーツの他に、主要なコンサート会場でもある。ラビガウンガとイスタカルコの境界を描いた絵、イスタカルコという言葉は通常ナワトル語で、塩の家の場所と解釈されているが、 白い家の場所とする解釈もある。かつて、イクスタッカルコと綴られたが、20世紀後半にイーストコルコの綴りが採用された。文章は、面倒さえ文書に見られる。この地を表すアステカ文字に基づき、家と塩の絵から構成される。もともと、テスコココの中の島であったため、人間が定住するようになったのは、他の地域よりも遅い。 イスタカルコの歴史は1309年に始まる。ショロトルエ文書によるとイスタカルコはメシカがテイノチティトランに住むようになる前に住んだ場所の一つだった。アステカ帝国ではテスココの支配下に置かれた。人々はキス水湖から塩を抽出することを行としていた。塩の生産は20世紀初めまで続いた。スペイン人による征服の後、島には マティアに捧げた教会が建てられたが、二人の修道士と三百人未満の先住民が住むに過ぎなかった。サンマティアスは、現在もイスタカルコの守護聖人と考えられている。植民地時代から19世紀にかけて、テスコココの干拓が進められ、イスタカルコは、周囲の土地と地続きになった。干拓地には、チナンパが作られ、花や野菜が育てられた。 19世紀から20世紀の最初の10年間まで、カンタク地には多数の運河があり、中でもラビガ運河が重要だった。イスタカルコは、メキシコ式シ歴史地区と、南や東の農村であるチャルコやソチミルコとを結ぶ運河交通の要所になった。1850年には、メキシコ式シとチャルコを結ぶ蒸気船が運行を始めた。衛生問題の懸念から1915年から、 運河を埋めて幹線道路にする工事が行われ、1930年代に完成した。ラビガ運河はラビガ通りになった。20世紀半ばに最初の工場が建てられた時、イスタカルコはまだメキシコシティの辺境に過ぎなかったが、中心地と地理的に近いために急激に都市化が進行した。19世紀末にイスタカルコはトラルパン県の一部で、 人口は2800人だった。1900年に当時の連邦区を構成した6つの県の一つである、グアダルーペイダルゴ県の一部となった。1929年にイスタカル国が成立した。ありがとうございます。